皆様おはようございます。ただいま JR 北海道の札幌駅に来ております。本日は富良野ラベンダーエクスプレスとトランスイート四季島の並走バトルをお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。7時26分乗車する富良野ラベンダーエクスプレスの車両が苗穂方から入線してきました。車両はおなじみのキハ261系5000番台、ラベンダー編成です。皆様ご存知の通り、先頭の1号車はラウンジスペースとなっています。ちなみにこの列車は本来グリーン車に充当される1号車をラウンジスペースとしたため、全車普通席のグリーン車がない列車となっております。7時41分我らが富良野ラベンダーエクスプレス札幌駅を発車しました。そして対戦相手のトランスイート四季島はこの列車の約1分前に札幌駅を出発しており、この列車が頑張って追いついていくと、そういった感じになっております。普通に考えると1分前に出発した列車に追いつくというのはちょっと難しく感じるかもしれませんが、今回の対戦相手トランスイート四季島は重量編成ということで、ここの札幌駅を出発した後にあるポイントの点線で結構もたつくことが予想されてますので、まあまあ大丈夫かなと、そういった感じになっております。それに加えて我らがキハ261系5000番台、ラベンダー編成のね、有名な鬼家族の力があれば、もう全然四季島にはね追いつくことができると、そういった感じに思っております。さあこの辺りから先ほどのポイントの点線による速度制限も解除され、どんどんねラベンダーエクスプレスは加速をしていきます。かつては開かずの踏切として有名だった東9丁目踏切を通りますと、列車は間もなく苗穂駅を通過していきます。ちなみに今回並走バトルをしているラベンダーエクスプレスとトランスイート四季島の回送列車というのは両方臨時列車扱いとなっておりますので、あまりスピードは出さずにゆったりとした感じで並走バトルをしていきます。さあ皆様大変お待たせいたしました。対戦相手のトランスイート四季島に追いついてまいりました。快調なペースでどんどん四季島を追い抜いていっております。おっと、ちょっとペースが落ちてしまいましたが、まだまだ負けていません。ペースが戻ってきました。いい感じです。さあ向こう側に見えておりますのが四季島のシンボル車両の一つ、5号車のねラウンジスペースとなっております。さあこんな感じで喋る時間もないぐらいいいペースでね四季島を順調に追い抜いていっております。さあ四季島の車両は前にあと3両残っています。あと3両抜き切ったら完全に10両分追い越せたという風になります。さあ残すはあと1両、これを追い抜けば10両分追い越せるのですが、ここで四季島が本気を出してきました。さっきまで追い抜いた分をどんどんと逆に追い抜かされていきます。しかもここに来てめっちゃいいペースで追い抜かされていっております。やばいです、かなりやばいです。一瞬で編成の半分まで巻き返されてしまいました。
やばいです。あと2両で完全に突き放されてしまいます。この1号車が最後の1両、四季島の最後尾です。おっと、ここでラベンダーエクスプレスも本気を出し始めました。負けじと四季島を追い抜いていきます。いいペースです。順調に1両1両四季島を追い抜いていっております。さあ、まもなく白石駅を通過していきます。いや、これラベンダーエクスプレスと四季島が同時に通過してくるってね、ホームで見ててもかなりの迫力だと思いますね。で、おっと、白石駅を通過しているうちにまた四季島に抜かされる体勢となってしまいました。四季島残り2両、四季島残り1両、最後の車両です。あと抜かされてしまいました。ちなみにこの後も平和駅を出て線路が分岐するまで動画は回していたんですが、四季島の顔が見えることはありませんでした。ということで今回の並走バトルは以上となります。皆様最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。